あれ、昔こんなお兄ちゃんがいたような気が。懐かしいか。いや、小さい頃のことはあまり。そいつは御霊だよ。淀むと荒御霊ってのになって悪さを始める。水、よく万物を利して争わず。お前の父親、柳誠の三番弟子、佐川仁義の脈継ぎの技法を見せてやるぜ。人知天道。一体何がどうなってるんですか。マジで何なんだあの人。